DS4W5 で、はい、ナイト4プレイヤーズ、はい、ケイザブローさんと DJPMX さんの2人組、はい、あ、そうなんですね、なんだけど今はまあ活動休止中で、はい、大先輩すぎる大先輩で、スチャダラパーよりも先輩、へえ、あ、そうなんですね、そうだから本当に日本のシーンができてきた時にコンテストとか出てた人たちだ、へえ、PMX さんはスチャダラパーのシンコさんに、はい、あの機材を借りて、はい、それで曲を作ってた、だからイメージとしたら全然違う、はい、けど実はそこすんごいつながってて、トラックメーカーとして未だにもう最新の曲にチャレンジするというか、はいはい、あの俺も一緒に曲作ったから分かるんだけど、はい、追求する精神がすごすぎて、ラップ乗っけたらまた変わってきたりとかどんどんして、はいはいはい、でそういうことを続ける人が PMX さんで、ケイザブローさんはジュエリーショップ、はい、アバランチっていう店とかもやってて、はいはいはい、あ、そうなんですね、そうそうそう、アバランチをやられてる、あ、そうそう、アバランチの CEO だから、もうすごいな、 PV とか見たらジュエリーがガンガン出てくる、はい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 、あの人の自伝とか最高なんだけど、はい、大事な本として神棚に飾らせてもらってるぐらい、はい、なんていうかビジネスマンの指南書って感じだよね、もともと靴の輸入とかをやったりとかして、ラッパーと同時にそういう才能もあって、はい、ビジネスもやって、そう、でも今も本当にビジネスマンとして世界中飛び回ってて、ね、DS にはオジロザウルスのマッチョくんも入ってたの、もともと、へえ、でこのビリビリバイブスっていうのは、はい、あのマッチョくんの電気ビリビリっていうのを、はい、かけてるからやっぱ先輩でそういうのも入れてくるみたいな、はい、G も B もいいぞ、調子どう、気持ちいいぞってところを勝手になんか、うん、ギャングもビッチもいいぞっていう風に言ってんのかなと思って、なんかここのリリック結構好きやなと思って聞いてたんですよね。いいね、いいですよね、なんか G も B もいいぞ、 G も B もいいぞ、なんかちょっとスラングっぽいけど、スラング的なのが多いんだよね、そうです ね、 ね、なんかこう出てますよね、うん、そういうリリックから、そのフックにしてもそうですけど、うん、なんか歌メロみたいなのがすごい強くて、なんか今までやっぱ聞いてきたのってリリック重視のこう、うんうん、ドープなビートでいかにこうできるかってところじゃないところがすごいなんか聞きやすかったし、クラブでなんか流れてても知らん曲でもなんかこう踊れる曲ってあるじゃないですか、うんうん、これいわゆる G ファンクっていう、うん、そうそう、向こう の、はい、あのまあ、P ファンクっていうその、まあ、ファンクのまたまあ、ちょっと派生したやつを、うん、はい、ウェッサイ、向こうのウェッサイのやつらがサンプリングして、それを G ファンクっていう、なんていうかすごいファンクにこだわる、みんなこのレコードからここしか撮ってないのかっこいいっていうのあったのに、音楽的なシンセとかもすごい加わって、確かに音楽的ですね、すごく、でサビも歌とかになってきてっていう、そので日本にはほとんどなかったから、横浜のシーン、いわゆるウェッサイのシーンを、うん、あのどんだけでかくしたかって言ったら、はい、週末 の、 あの山下公園とかみなとみらいのとこに、はい、ローライダーがもうバンバンやってホッピンしてて、はい、めちゃくちゃな数いて、うん、俺たちもわーって並んでるみたい、俺たちもその楽しみにしてて、見るだけで楽しいから、で友達もね、ローライダーになってるから、はい、一緒に行ったりとかして、はいはい、あのスタイル全然違うやつがいい古着とかでいてなんかパーティーの仕方が、はい、なんていうか超ゴージャスな感じなんだよね、そう、歌い方もそうだし、はい、PV とかも、はい、やっぱなんていうかいい女の子連れたりとか、はいはいはい、そういうので、まあ、そこら辺が俺たちにとっては歯がゆかったね、あちょっとジェラシー混じってますねそれ全然できねえし男しかいないしみたいな、ね、パーティーしてねえしみたいな、はい、余った酒探してたからってクラブでずっと